虫かぶり姫、特に見どころなく終わった。これ小説家になろうでやってた作品だったんですね。にしてもペースが緩いというか、コント来週からは忙しかったら確実に見ない枠です。イケメンとなんかわちゃわちゃするんだろうなってのは分かったけど、それ以外は全く分からなかったです。恋愛ものなので女性向けアニメで、漫画版もちらっと見ましたが、やっぱりよくある少女漫画って感じでした。ってことで、ま、恋愛もの好きな人は見ましょう。以上、虫かぶり姫のお話でした。